はいどうもいらっしゃいませ、ぽんちゃんです。本日はしらすを使ってね、ちょっとまたもう一品紹介したいなと思って、今回はいわゆる卵かけご飯作るんですけれど、普通のちょっとね卵かけご飯に乗っけるだけやったらあんまり面白くないかなということで、ちょっとひと手間かけた形で作っていきたいなと思います。卵白がなかなかきれいなくて困りました。いつも通りまずねこちらの方でね、ちなみにメレンゲ作る後にですね、中速とかでこうガーッとやったりとかする、最後にはするんですけれど、理由としては泡のサイズをこう均一化させるときとかにこういう作業をしたりします。お菓子作るときとかによくやるんでね、よかったら覚えておいてください。というわけで、こんな感じで角がピッと立つぐらいまで泡だったので、こちらは OK です。卵黄を落とし込みます。で、お醤油を一たらしと、でこちらですね、ふわふわな卵かけご飯、しらすの卵かけご飯といった形でございます。ネギとか散らすとねまた色目が綺麗になるんですけど、こちらできたら食べていきたいと思います。というわけでいただきます。せっかくなのでちょっとね卵黄を割るところを見ていただきたいなと思います。これなかなか絵面的にやばくないですかね。卵のトロントなのでめっちゃうまそうですよね。卵は映えって言いますけど、ほんとその通りだなと思いますね。で、こちらを軽く混ぜて、こちらを一口いただきたいと思います。メレンゲの超ふわふわ食感に、しらすのふわふわで、卵黄のねとろっとしたコクのある味に醤油の塩気とかが相まってめちゃめちゃ美味しいですね。当然全部ガーッとかき混ぜて食べていただくでも美味しく食べていただけます。というわけで本日はこちら、しらすを使った、しらすの TKG というところですかね。めちゃめちゃ美味しいんで、よかったらチャレンジしてみてください。また今後も美味しい動画いろいろ紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまたの動画で、バイバイ。